ただいまより25分間の休憩です。25分後にまたお会いしましょう。甘すぎず、辛すぎず、お昼しよう550円、1階の6円の売店に売ってます。550円、1000円払うと450円のお釣りがもらえるそうです。あ、よかったら飲みます。1個どうぞ。あ、じゃあね、これ今口つけたけど飲む。冒険者だね。あげるよ。はい、これもあげる。おいしく飲んでくださいね。6瓶で550円。今日はお買い上げの方にストローがついてきます。
かわいい。ありがとうさん。よし。ありがとう。こうやって結んでね、魚肉ソーセージ。そんなんで喜んでいただいて。私的には魚肉ソーセージ結構気に入ってる。いや、かわいい。ありがとうさん。今男の子の声だな。男の子にも人気があるみたいよ。はい、完成。ネズミさん、はい、どうぞ。はい、大事にしてね、僕の友達だから。ピアノ会員の皆様、本日はご来場誠にありがとうございます。今日終演後、お城の住人からご挨拶があると思いますが、私のはありません。ですからここでやらさせていただきます。チケットピアノ会員の皆様、私はククオールと申します。ありがとうございます。お城で働いて早く寝、夜型なので夜はいろいろご主人様のお世話で忙しく、昼はお客様のおもてなし、墓掃除、雪掃除。私は一体いつ寝てるんだろう。自分でも分かりませんが、もしよろしければこのヴァンパイア、そしてククオール劇場ともどもまたチケットピアでお買い求めになる。ぜひお城の方へ足をお運びくださいませ。本日は誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
母さんが手紙をくれました。大好きなお母さんからです。クコールへ。だんだんと寒くなってきましたが、風邪など引いてませんか？伯爵様に可愛がってもらってますか？バカ息子にいじめられてませんか？この前湯なめして手袋編んだだよ。それと畑で採れた野菜も一緒に送りますから、その野菜でスープ作って伯爵様に食べさせてあげてね。いつも感謝の気持ちを忘れずに。感謝。あなたが手紙を読んでる時に BGM 弾いてくれてるピアノの八木さんにも感謝するんですよ。八木さん、ありがとう。また手書きに書きますね。お元気で。あ、PS、 お弁当をくれた善ちゃんにも感謝するんだよ。母、松尾流。お母さん、終演後、演者よりご挨拶が皆様にございますが、私のはありません。なのでこの場をお借りしてご挨拶申し上げます。エコスカードオケピの会の皆様、私がクコールでございます。まあ、この黒ロック城、あ、別名帝国劇場、いろんな住人がおります。実は向こう側にエレベーターがございまして、9階までございます。その上は屋上でございまして、9階から下に降りようとエレベーターをしてきたら、珍しく R から降りてきた人がいました。私どもはいけません。関係者以外ありません。珍しいことでございます。9階いっぱい扉開いて人が乗ってて、ちょっとびっくりしました。どっから来たのって僕思わず言ったら、福島ですって。そういうことを聞きたいんじゃない。でも私は心の中でそうじゃないと思いながら、ああ、福島いいとこですねって。まあ、そんな面白い人たちが住んでる黒ロック城、また遊びに行きたいなと思ったら、エポスカードオケピの方でお求めの上、ぜひ遊びに来てくださいませ。ありがとうございます。ああ、それとですね、本日一足先に東京千秋楽を迎える出雲彩さんに一言だけ。出雲さん、出雲さん、出雲ありがとう。